ルフェインの忘れ物か。新顔だからルフェインの贈り物だね。魔物を詰め込んだ建造物を贈るなんてどんな連中。人柄はともかくとんでもない技術力だな。俺たちのせいか。俺たちがクリスタルを解放した結果がこれか。どうしたの？あの感覚がなくなった。俺を動かし続けたあの使命感か。やるか。勝ったな。手応えがなさすぎる。俺が障壁を作っていたのね。アストスのやつ調子悪そうだったな。魔物にやられたって感じとは違ってさ。訳を聞いてもはぐらかされるだろう。ああ、質問をするたびに大事。あいつは俺たちを利用している。情報という対価をもらえるなら利用されても構わないわ。出てきたか。やるぞ。さあ、動力源を壊した。動力源を壊した。とりあえず切り抜けたか。ジャック、覚えているか。クロス衣装はもうあの霧から俺たちを守ってはくれない。頼り切っていたあんたが一番危ないぞ。いわゆる自分との戦いが始まるのね。ジャックには悪いけど弱そう。言ってろ。行くぞ。あれはキューブ。ああ、俺たちは何をしている。この中の魔物を倒そうとしている。それがアストスから話を聞くための条件。アストスから何を聞く。あいつはいろいろ知ってると思うよ。この世界の状況とか歴史とか。やるか。
行だ。何かあるな。行き止まり？上に行けそうなんだけど。俺もそんな気がするんだよね。敵を呼び出すつもり。道を切り開いたって感じだ。俺は世界の状況だの歴史だのに興味はない。興味の対象は光と闇、カオス、光の戦士かしら。いや、アストスのことでもルフェインのことでもない。俺が知りたいのは消えた使命感の代わりになるものではないのか。ああそうだ、倒すべき敵の名が知りたい。戦わない俺に価値はない。そんなことはないと思う。生き方の問題だ、お前には分からん。忘れ物から闇が生まれるのね。闇を作り出す理由は何だ。もし誰かが教えてくれても僕はできない気がする。帰り道に使おう。これで行く。いかにも、しかもそれを守る魔物まで。わかりやすいね。これは必要だ。終わりだな。さあ、これでどこかの障壁が解除されたはずね。何かあるな。何かあるな。
キューブがある。健康だ。綺麗。ネオンもそんな気持ちになるんだ。けど黙ることを覚えた方がいい。はい。やるか。これで楽に戻れる。これで終わりだ。手ごわそうなのがいるわね。面白そうなやつだな。本気だな。出てきたよ。さあ急がしくなる。帰り道に使おう。さっきの塔で何か見た？はっきりしない。ジャックは何を見たんだろうな。ジャックに思い出してほしいこと。あの場所のことじゃないってのだけは確かだ。さてと。ただの噴出口か。面白そうなやつだ。狙い通りだ。闇が吹き出ている。やるかよ。終わりだ。これは貴重だ。健康だ。この先も戦えるの？強敵の気配感じてるよね。
戦うさ。アストスから敵の名を聞くためにもな。もう一度だ。もう一度狙うぞ。あまり効いてないみたいだ。闇くだ。何度ここへ来たんだ。やっと切り離すことができた旧世界だ。向こうから接続されたらかなわないからな。だから光と闇の均衡を計測している。もし均衡が崩れそうな兆しがあれば闇を透過し、それでもダメなら再創生をする。この聖地で美しいルフェインに制御不能の神秘の力は似合わない。聖地で美しいルフェイン。俺はルフェインから来たのか。俺自身が贈り物だとはな。なるほど、お前たちはルフェインの忘れ物か。待て。